道はまん延防止等重点措置が終了した今月12日から来月22日までを夏の再拡大防止特別対策として札幌との往来自粛要請を継続する方針です。7月の12日以降の対策についてもですね、全道において感染防止行動まあこれを徹底していかなきゃいけない。関係者によりますと道は 感染の再拡大を抑えるため、今月12日から来月22日までを夏の再拡大防止特別対策と位置づけ、札幌市内で不要不急の外出と市外との往来自粛の要請を継続する考えです。また、札幌以外の地域では外出の自粛要請を解除しますが、感染者が増加しつつある札幌との往来は自粛するよう求めます。 また札幌市内の飲食店に対し今月25日までアルコール類の提供を午後8時まで営業を午後9時までに短縮するよう要請する見通しです。